ない。なんか空いてるな。ちょうど近くの河川敷で花火大会をやってるから、みんなそっちへ行っちまったんじゃねえのかな。なんか寂しいな。こんなのフェンデボーじゃない。そんな春菜の鶴の一声で、我々は独自の祭りプロジェクトを実行することになった。ここにいるんだ。そういうことか。春菜はお前を優勝させて、男の毒牙からユウとセラを守ろうって魂胆だな。俺、頼まれたからには全力をかけて勝負するぞ。負けるか。その時、男たち全員の胸にトライしたのは、誰よりも早く、そして華麗に、そのニャンニャン剣を手にする自分の姿だった。こうして激しい争奪戦の火蓋が切って落とされたのである。まずは早食いだ。そう、簡単に食える綿菓子に人が集中している。たこ焼きだ。よっしゃー。あっ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 。あの綿菓子、セラが何か仕込んだな。ああ、なるほどな。あ、グレードのおぬり、それで冷ましてんだ。うん、じゃあ、ほれ。おお、サンキュー、トモノリ。あ、相川は？いや、俺は遠慮しとく。そうか、せっかくのセラフィムのお手製ドレッシングなのに。二人とも急だ。あ、ポン。ああ、どんな原理でこうなんだよ。二人とも大丈夫か。俺に構わず行け。あいかがく。分かったよ、オリト。俺はお前の死を無駄にはしない。俺はユウを守らなければならないんだ。この手で。楽しいか。どうして自分が景品になるってのに賛成したんだよ。春菜が寂しそうだったから。それに、そうか、この金魚さんは楽しそう。みんなと一緒なら私と鬼ごっこもとても楽しいって。この坂道、ハエも滑り落ちるくらいツルツルに磨いたかんな。腕に磨きをかけるぜ。危険、ツバメ返す。セラ、俺を優勝させないつもりか。当然です。あなたはヘルサイズ殿、気持ち悪いことをするに違いありません。セラ、信じてくれ。俺はユウを守るために。危険、ツバメ返す。俺は本当にユウを守るつもりで。アイカ、お前には決定的に足りないものが一つある。オリト、お前に足りないもの、それはエロさだ。嘘だろ、セラのドレッシングを食ったお前がそう簡単に。そうか、アドレナリンの爆発的な分泌、まさしくカジバのバカ力だ。恐るべしエロパワー。エイガイガ、俺のエロパワーを見ろ。エロさえあれば何でもできる。
危険ツバメ返し。何？バカに、いえ、エロバカにつける薬はありませんね。通りとよせ、もう無理だ。前、ニャンニャンしたくないのか。ニャンニャンしたくないかと聞いてるんだ。エロとは人間にとって最も人間らしい欲望だ。つまり人が人たる証拠と言ってもいい。エロ魂、それこそが最も称えられるべき永遠のテーマなのだ。それを否定するなどと、お前は自分を否定する気なのか。さあ、俺、間違ってた。本当は俺、ユウとニャンニャンしたいんだ。たとえその可能性が 1% 以下だったとしても、俺は今、ここに宣言する。このわずかな可能性に勝てると。よく言った、相川。なんだ。これは、こけし様。俺と、おう、相川、こけし様が俺たちにエロパワーを与えてくれたぞ。おお、エロパワー全開だ。すごいぜ相川、お前どんどんエロくなってんぞ。お前もな、オリト。俺たち今すっげえエロいぜ。こうしてエロ魂で勝利を勝ち取ったオリトであったが、セラの手作り流しそうめんという悪魔的パワーにはオリトのエロ魂も屈せざるを得ず、オリトの夏休みはこの夏祭りをもってして終了となったのであった。セラ、料理だったら俺か春菜が。ただ居候しているというのは気が引けるのですよ。お兄ちゃん、やめときなよ。絶対食べられないよ。さ、遠慮なく。いいだろう。そういう経緯があったんだ。まったくセラフィムのアホが。で、判断の結果、これが必要だというわけか。あーいかわ、それなんだ。吸血忍者の里に伝わるレシピだそうだ。おー、いいなあ、肉じゃがか。これは葛飾北斎が書いたものだと言われている。丁重にな。マジで。では確かに渡したぞ、クソ虫。なあ相川。ん？実は今日さ、料理を教えてもらう約束をしているんだけど。で、メイルシュトロームに渡してしまったと。はい、すいません。お使いもできないのですか、あなたは。いえ、はい。あれは貴重な文献でもあるのですよ。わかったよ、すぐに返してもらえばいいんだろう。星座、誰が崩していいと言いました。はい、すいません。はい、天才です。戻ったの、歩む。
なんで春菜が電話に出るんだ。雪のり、今じゃ上がってるからな。このレシピな、なかなか面白い絵が描いてあるよな。私気に入った。それはよかった。だから明日ビリエ持ってっから大先生に見せるんだ。待て。じゃあね。にゃっはは。なんと、春菜は力ずくで奪ってみせろ、この変質女と言っておりますが。変質、聞き捨てなりませんよ。出陣で。どうして俺たちレオタード姿なんでしょうか。ミステリアスだよ、お兄ちゃん。なるほど、確かにお願いしても入れてもらえそうにないな。腐っても吸血忍者の基地です。常に敵の襲撃に備えているのです。さ、え、俺が行くの。お兄ちゃん、超ホイットだよ。ゾンビですからね。気をつけてください。何がきっかけでレーザーや電撃や脳硫酸が作動するか分かりません。先に言ってよ。笑うところじゃなくて。ひゃっ、俺の美麗な尻が。いいから進んでください。血も涙もねえな。うわあ、あ、はあ、早くこっちに来なよ。ついに気もさ極まれ。飛剣ツバメ返し。まったく不用心な部屋ですね。うん、誰も扉を切り裂かれるなんて考えないだろうからね。二人とも寝てるな。まだ8時なのに。子供か。巻物を探しましょう。それをやるのは普通巨乳キャラだろ。全然隠れてないですから。慎重に行け。いかん、見えてしまう。変態、変態、変態。違う、違うぞバカ。一気に行け。やったー。ギュイーン、カルアン。笑っちゃー。いやー、誤解だー。ケツ丸出しの男がよだれ垂らして胸元も探ってんだ。制裁すんに決まってんだろー。いや、まったく、お前ら食ってもらー。やー、あー、あ、材料に目薬がないのですが、本当に肉じゃがになるのでしょうか。なあセラ、なんでお前はそこまで料理にこだわるんだ。私は剣に生きてきました。ああ、よく知ってる。剣は人を守れますが、人を幸せにすることはできない。ですが、私の知る限り唯一料理だけが刃で人を幸せにできるのです。まずっ、うん、そうですか。私の料理を食べた方からそんな言葉をかけられたのは初めてです。やはり炭酸を入れるべきでしたか。うん、まずいけど、 あんたにしては上出来だ。おかわり。
味噌汁にはミスリルソードを贅沢に使いました。ミスリルソード、略して味噌か。なるほどなるほど。って全然進歩してねえ。ちゃってば。かなみちゃん、何思い出してたの？え、だってニヤニヤしてたもん。昔のことだよ。それではこれより恒例の代わりカルタ大会を開催します。今年のカルタは死亡フラグ、寄り抜きの死亡フラグを立てて立てて立てまくろう。カルタ大会ってまったく小学生かよなあ。オリト、違うな相川。え、俺たちは今あの暗がりに潜む新大陸を探し求める探求者なんだ。の今年の優勝者には賞品としてこちらの万年筆を贈呈します。万年筆欲しいの？ゆきちゃん。うわ、めちゃめちゃ欲しいぞ。では予選第1回戦はじめ。ここは俺に任せて。先に行け。俺、この作戦が終わったら結婚するんだ。やるな、オリト。お前もな。この瞬間を1分1秒でも長く味わい続けるためには俺たちは勝ち続けるしかない。ようやくお前と分かり合えたようだな。母さんの形見なんだ。帰るまで預かってくれ。犯罪者と一緒になんかいられるか。俺は自分の部屋に戻るぞ。さあ試合は早くも準決勝と決勝の2試合を残すのみ。そしてこれが激闘のステージを勝ち抜いてきた強者どもだ。それでは参ります。もうお前には教えることは何もない。足、なんで立ってるんですか？貴様らを見下すためだろうが。ダメだ相川、俺はここまでのようだ。俺と我戦わずして敗れたり、俺にはもうキララさんしか見えない。目を覚ますんだ俺と。スカートの中は覗けてもストッキングで何も見えないんだぞ。バケる、ストッキングじゃねえ、パンチストッキングじゃけ。見たければ見るがよい。だが勝利はいただいていく。汚い、汚すぎる。せいぜいさえずれ。こんなものを見られたからといって何だというのだ。そんなことで私のアイデンティティは揺らぎはしない。ならば俺だけでも。あの怪物もさすがにここまでは。ゆきちゃん、追ってはこれまい。助けて。そっか、智則は平松の助けで勝ち抜いてきたわけね。みんな力を合わせて生き延びよう。後でこの手紙を読んでくれ。俺の気持ちが書いてある。予測不能の超展開。決勝戦には相川、平松、吉田の3人が同率1位で進出。高みに駆け上っちまったぜ。取ったのは最初の1枚だけか。構わん、もっと大切なものを手に入れたからな。それでは決勝戦始め。魔王様が出るまでもありません。ここは私めが。もう少佐だって実戦で手柄を立てて昇進したんだ。おや、外に誰かが。ゆきちゃん、さようだ。平松の胸見たい。
見たいけど見ちゃダメだ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 見ちゃうよね。優勝は1年 D 組吉田ゆきさん。やったー。それではまた次回お会いしましょう。わざと智則に勝たせたのか。相川くん、やっぱり分かっちゃった。怒ってる。いや、なんでだろうと思ってさ。ゆきちゃんが欲しがってたから。欲しいって万年筆を。うん、優しいな平松は。ううん、ん、相川くんの方が優しいと思う。え、あの日もこんな雨だった。小学校の帰りに私捨てられた子犬を見つけたの。でもうちは犬飼えないから、せめて濡れないようにしてあげようと、もう一本うちから傘を持ってきたの。そしたら、ああよしよし、寒かっただろう。うち犬飼えないからさ、ごめんな。か、傘。あ、傘貸してあげる。お、ありがとう。そんなことあったっけ。あったよ。私ね、その日からずっと相川くんのこと見てた。私相川くんにずっと憧れてた。お、ヒップラインだ。惚れたぞ相川歩む。寝れるな。日差し眩しい午後、カーテン引いてすやすや眠る。あなたの笑顔を見つめて。何か御用ですか。Yeah.